波動モンスターバトルの遊び方を説明しよう。波動モンスターバトルは腕にアームセンサー、頭にヘッドマウントディスプレイを装着してプレイするぞ。ゲームが始まると目の前にモンスターが出現。腕を前に突き出してファイアーボールを発射。画面中央の照準でモンスターを狙おう。ファイアーボールは画面下のゲージが溜まると打てるようになるぞ。モンスターの攻撃は体を使って避けよう。ゲームが進むとアイテムが出現。アイテムをゲットするとパワーアップ。ファイアーボールをたくさん打てるようになるぞ。いよいよボスモンスターの登場だ。赤いマークが表示されているところが弱点だ。弱点を狙ってファイアーボールをどんどん当てよう。ファイアーボールを当てると必殺技ゲージが溜まるぞ。必殺技ゲージが溜まったら必殺モーションで必殺技を発動。大ダメージを与えられるぞ。みんなで協力して制限時間内にボスモンスターを倒せ。